どうも皆さんこんにちは着パスです。今私は新宿駅に来ておりまして、今日はですねヒルトン東京ですね。 こちちらにちょっとね宿泊させていただこうと思っておりまして予定ではですねもっと早く着く予定だったんですけどもちょっとねバタバタと予定が押してしまって今ね夜の9時ぐらいなんですけども本日から2泊ヒルトン東京の方にねお世話になろうと思っております今ね新宿駅のこちら地下広場なのかなでここからねもうタクシーに乗ってちゃちゃっとね行きたいと思いますヒルトン東京に関してはですねもともとシャトルバスっていうのが運行してるんですけどもこちらもですね コロナの関係で運休しているっていうことになっておりますので歩くとね10分ぐらいかかるそうなので今日はねもうちょっと遅いのでタクシーでねちゃちゃっと行きたいというふうに思いますそれでは行ってみますタクシー乗りました今向かってますそれではですねヒルトン東京ですね到着しました こんなな感じになっておりますそれではね今回ヒルトンホテルねダイヤモンドステータスになって初めての滞在ということですんでどんな感じになるかねお伝えできればなというふうに思っておりますちょっとですね今日もう夜遅いので客室の感じとかねもしかしたら明日の明るい時間帯にね撮影するかもしれませんのでちょっとねずれみたいなのがね生じるかもしれないので、まあ、その点はねご了承いただければなというふうに思いますそれではねチェックインしていきたいと思います それではですねプチチェックインすることができました今日は今回は1925ということで行ってみたいと思いますちょっとねあの部屋の方まで探してですねエレベーターホールここなんですけど客室ここでしたね目の前でしたでは入っていきたいと思いますそれではですね中の方に入ってきましたちょっとねカメラの方切り替えさせていただきましたけれども えこんな感じになっておりますね。部屋広いですねこちらにベッドがあるわけなんですけどもいやこのベッドの大きさこれ標準じゃないですよね。ちょっとねこちら調べておきますけどもこれもしかしたらジュニアスイートかもしれないですね。初めてのダイヤモンドステータスでまさかかもしれないですね。ちょっと調べますね。で、えー、こっち側に障子がね。 あるっっててて感じになしわーすごいちょっとね今反射しちゃってるんでまたねあ後でねきれいに撮りたいと思うんですけどもこんな感じで東京の夜景がね楽しめるっていった形になっております今回19階ということで、まあ、すごいまあまあまあぐらいの高さなのかな三十何階までありましたんで中間ぐらいの高さですかねでもすごいですねでこちらには テレビがあります。シャープ製のテレビとお手拭きとお手拭きがついてますね、うん。でですね、こちら側にはガラス製のデスクとね、電話置いてありますね。あとライトもね、備え付けられてます。でベッドサイドですね。ベッドサイドはこんな感じになってます。ちょっと電気つけちゃいましょうかね。こんな感じで。 電気がつきますでここに AC があって足元とあと室内灯と読書灯がついてるっていった感じですねでベッドはこんな感じになってますいやかなりでかいですね <laughs> かなり大きいですね全部入りましたかねかなり大きいですねこんな感じになってますで 反対側ですね反対側はこんな感じになっておりましてこれはティッシュですかねうんティッシュと AC がついてて先ほどの足元等と読書灯とこちらはあれですね、えー、TVK の iPod をね刺さる口ですねこれはかなり <laughs> 久しぶりに見ましたねまあ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 ,あ iPod と書いてありますねまあこういうね、えー、スピーカーがついております。 でではですねこのソファーやばくないですかこれ絶対通常ルームじゃなさそうですよねいやおっきいなこれはちょっと横になってねゆっくりしたいと思いますねではこちらにですね大きい姿鏡があってこっち側にはですねクローゼットがありますねでクローゼットの中はこんな感じになってます下の方にはですねスリッパがあって 右にはシュ員ですね。これはどうなんですかね。あ、これはあれですね。シュ員無料で利用できますって書いてありますね。革靴とかね、普段履いてる人はいいですよね。無料でやってくれるそうなので、ぜひね、使ってみてください。で、金庫があってっていう感じですね。で、奥にですね、アイロンとアイロン台がね、あ張っていた形になります。 でですねティーセットですねこちらはこちらはネスプレッソですかねうんでここにカプセルが入ってるっていった形ですでお水が2つ置いてある感じになっておりましてこちらはあこっちにあれですねよいしょこちらにですねなんだっけえー、とスティックのね飲み物が入ってるっていった形になっております で、下見ていきましょうかねちょっと暗くて見えないかもしれないんですけどもこっちにねティ、えー、T、セットですねで下にケトルが入っておりますちょっと暗いですねで冷蔵庫がねあるっていった形になっております でね今新型コロナウイルスの影響で、まあ、本来ね冷蔵庫の中って有料のねお飲み物入ってると思うんですけどもそちらに関しては今ね撤去してるっていうことでしたそれではねバスルーム行ってみたいと思いますでトイレは扉があ扉と扉じゃないトイレと洗面台がね一緒になってるっていった形ですねでは入っていきます で、えー、正面には、ね、大きめの鏡があって右側にはですね拡大鏡ですかねありますねでですねコップと石鹸、あとこちらヒルトンヒルトンはいつもこのアメニティですねアメニティが置いてあります、まあ、シャンプー歯ブラシボディーローション串ですねあとはコ,コットンセットだったりシャワーキャップとかもね入ってるっていう形になりますこれは レザー！シェーブレザーとかシェーブキットって書いてありますね。こちらはヒゲ剃りですかね？で、下の方にですね。体重計とドライヤーとタオルですね。あれっていった形になっております。でですね。反対側にお風呂場があります。ちょっと入っていきましょう。で中入ってきました。シャワーはですね。こちらだけですね。 うんまあ、動く稼、えー、可動式がねついているっていった形になっておりますでですねバスルームの中には特にアメニティみたいなものは入ってないんですねでこちらバスタブがついておりますこんな感じになっておりますアメニティもこちらにはないですねでですねお風呂場からこのベッドがね見えるようになってるっていった形になってるんですよねこれあ反対側にね 見えますかねここに反対側に扉がありますね多分これでね閉まるようになると思うんですけども、まあ、こんな感じでね向こう側が見渡せるっていった形になっております。でですね今回チェックインの際にですね3枚ねカードとこちらはですね、まあ挨拶状みたいな感じでいただいてこちらはですねルームサービスの案内っていう形になっておりましてでですねこのヒルトン東京に関してはですね裏面に全部書いてあるんですけども。 ちょっと上からね、見ていきますけども、エグゼクティブラウンジの営業時間は7月1日より下記のように変更になっておりますということで、聴取後はですね、このマーブルラウンジっていうね、レストランとルームサービスがね、利用できるっていった形になっております。でですね、エグゼクティブクラブラウンジ自体はですね、えっとね、時間帯がここですね。 カクテルタイムがですね5時から7時までねカクテルタイムあるっていう風になっているわけなんですけども今現在はですね完全に2部制で分かれているというふうになっておりまして、まあ、この 営業時時時間帯でですねねね5時から7時ずっと、ね、行っっっっと行たたたり来たりり来が、ね、できなないってて形になっておりますこの対応はどうやらね土曜日だけっていうふうになっておりますので、まあ、土曜日以外だったらねこういうことはないのかなと思うんですけども土曜日はねかなり混雑するのでそういう対応がねされているっていった形になっております。でですね今回私は2泊利用するということで1泊はレストランでいただいてもう1回はですね ルーームサービスでねいいいいたただきたいという,ふうに思いますまあせっかくなんでね両方利用させていただこうかなというふうに思っておりましてこちらねルームサービスのメニューっていうふうになっているわけなんですけども、まあ、こちらねコンチネンタルから アメリカンヘルシーブレックファースト中華和朝食ということでこれねどれを選んでも OK ということですんで無料で利用することができるっていった形になっておりますもちろんねダイヤモンドメンバーもしくはゴールド会員の方っていうふうになりますけどもこちらがね利用できるっていった形になっておりますルームサービスがね利用できるっていうのはちょっと私ね初めてですので朝食でかなりね いいですよね今こういう時期でまたね土曜日とかはね混むというふうに聞いておりますのでかなりねいい対応だなというふうに思いましたそれはですね今回こちらに2泊でお世話になろうというふうに思っておりますいやかなり広いですねこのベッドもねめちゃくちゃ大きいわけなんですけどもやっぱりねこちらのソファーもですねすごい大きいですよね 結構なアップグレードねいただいているというふうに思いますいやかなりありがたいですねダイヤモンドステータスになって初めてのね滞在っていうふうになりましたけどもかなりありがたいですね今日のところはですねもうちょっと夜が遅いので仕事ちょっとしつつですね今日の方は休みたいというふうに思いますそれではまた明日ですねバイバイ 朝になりました今ね朝の6時過ぎぐらいでちょっとねホテルの前に出てきたんですけどもいや今日はね土曜日ということで、えー、人もね全然いないですねまあほにパラパラ歩いてる人がねちょっといるぐらいで本当にね気持ちいい朝になっております本日に関してはです、ね、朝食はルームサービスいただく予定でございますので朝の7時からお願いしましたので。 7時になりましたらですね。部屋の方に戻りたいと思います。いやね。今こんな感じで。今、ホテルの目の前のね通りにいるわけなんですけども、こんな感じになってます。ぐるりとしちゃいましょうか。こんな感じです。はい、一周しました。 えー、ひとまずですねちょっとね散歩でもしようかなと思って外出てきたわけですけども7時になりましたらですね客室の方にね戻ってルームサービスねいただきたいというふうに思いますそれでは今朝の7時15分ぐらいなんですけどもルーズムサービスね今来ましたでですね7時でお願いしたんですけども実際に来たのは7時15分ということで混み合う時間帯はね 遅れることがあるっていうのをねチェックインの際に言われておりますのでまあ、この点もね覚えておくといいかなというふうに思いますやっぱりね宿泊される方ね1日満喫する方ね多いと思いますんで7時ねお願いする人ねかなり多いのではないのかなというふうに思いますでですね今部屋の方にね入れていただきましたもうちょっとね奥まで運びますよっていう話だったんですけどもちょっと悪いなと思ってもうここでね いいですよって言った感じですねでですねこんな感じでお願いいたしました、えー、全部ねサララナップがかけられた状態で狂るっていった形ですねでこちらヨーグルトとフルーツグラノーラとフルーツですねお願いしましたあとコーヒーお願いしてこちらカプチーノですねあとえートマトジュースとお水っていった感じですね温かいものに関してはですねこちらの 中にね入っているということになりますんでここからね取り出していただくっていった形ですねちょっと開けてみましょうかあこんな感じでね入っているっていった形になりますそれではですね朝食いただきたいと思うんですけどもこのままねちょっと食べることできないのでソファーのねテーブルの方に持ってってねいただきたいというふうに思います 朝食がね本当に美味しいですねやっぱりね客室の中でね朝食いただけるって本当にいいサービスですねまあ今ねコロナの影響でねこうなってるって言った形ですけどもやっぱりね朝食会場に行くのって結構ね気使うっていうかまあ 着替えたり等々、ね、していいいかかなななきゃいけないじゃけじですか特にラグジュアリーホテルであればあるほどねあのちゃんとしていかなきゃいけないなっていう感じがねしちゃいますんでそう思うとですねやっぱり客室の中でねいただけるっていうのは本当にねリラックスしてねいただけるのではないのかなっていうふうに 思いましたこの対応はコロナの影響なのでもしねあのコロナ対応が終わったらですねこのルームサービスで朝食っていうのはねもういただけなくなるというふうに思うわけなんですけども、まあ、もしね利用できる機会があったらですね是非ねこのルームサービスでの朝食ね頂い,いてみていただきたいなというふうに思います。でででですすねねね土土曜曜日日にに関ししてはかなり、ね、朝食会場を込み合ううとということですんでもし土曜日に、ね 利用される方はですねこのルームサービスでね利用した方がまあいいのではないのかなというふうに思いますしチェックインの際にねおそらくそういう案内がねあるかなというふうに思いますんでその点もね、えー、覚えておいていただけたらなというふうに思いますではですね私はちょっと朝食サクッといただいてですね今回ね2連泊させていただくっていうことで、えー、ゆっくりしつつですね仕事ねしていきたいというふうに思いますでね今7時半なんですけども朝ので9時からですね ラウンジの方開くということですのでちょっとラウンジの方もね紹介していきたいというふうに思いますそれではですね朝9時になりましたのでラウンジの方ね行ってみたいというふうに思いますまあこの時間に関してはですね特にね食事等々とかねそういうものは多分スナックぐらいしかね、ないと思うんですけどもまあ、ちょっとねどんな感じになってるかね見ていきたいというふうに思います今ね朝の9時ぐらいなんですけども、えー、ちょっとね白く飛んじゃってるかもしれないんですけども いいですね。新宿の景色がね、楽しめるっていった感じでちょっとね、窓汚れちゃってるんでねちょっとね、綺麗に見えないかもしれないんですけどもこんな感じですね景色が楽しめるっていった形になっております。それでは、ラウンジの方ね、行ってみたいいと思います。 ラウンジから帰ってきましたラウンジはですね37階にありましておそらくですけども利用できる方のみですねエレベーターが止まるようになっているのではないのかなっていうふうに思います。というのもですね入り口に店員さんとかね誰もいないんですよね。まあ何てんですかフリーで入れるみたいなねそんな感じになっていますのでおそらくそんな感じでね制限されているのではないのかなというふうに思います。広広さははででです、ね、すすねごいいいわけではないんですけなんども 何席ぐらいかな30席ぐぐららいいかかなはあるんですかね多分2 3 0席あると思うんですけどもでですね37階にあるということですごいね景色がね楽しめるっていった形になりますんで利用される方はですね是非ね景色も楽しんでいただきたいなというふうに思います。でですねちょっと驚いたんですけども今の時間帯ですねソフトドリンクのみというふうにね 記載あったわけけなんですけども冷蔵庫見たらね普通にビール入っておりましたんでおそらくこちらのホテルではラウンジね利用できる方は常にねビール飲めるのではないのかなというふうに思いますでですね9時から夜の9時までか、えー、空いておりますので本当にねたくさん飲みたいっていう方はですね十分楽しめるかなというふうに思いますので是非ね 利用できる方は利用してみていただきたいなというふうに思いましたひとまずですね次のカクテルタイムが私ね予約してるんですけども4時半から利用させていただくっていった形になりますんでまだね朝の9時ぐらいっていうふうになっておりますんでしばらくねこちらでゆっくりしつつ仕事ねしていきたいというふうに思います。 それでは今4時15分ぐらいになりましたのでこれからねカクテルタイム行きたいというふうに思います土曜日に関してはですね完全予約制というふうになっておりまして私はね4時半から予約したんですけどもこちらもですねちょっと混雑してると待ちになるっていうことでしたっていうことなんでまあとりあえずね早めに行って利用できるかっていうところですねとりあえずね行ってみたいと思いますちょっとね時間がありましたのでビッグカメラね新宿西口店に行って こちらねあの全然関係ないんですけどもこちらジンバルね買ってきちゃいました <laughs> 地域共通クーポンはね8000分2泊でねいただけたということなんでまあ実質2万円ぐらいでね2万1千円ぐらいかなで購入できたわけなんですけどもまたね動画の機材をね買ったっていった感じになりますねどうでもいい話ですね <laughs>、えー、それではですねラウンジの方行きたいと思いますそれではですねラウンジから戻ってまいりました 私、4時15分ぐらいに行ってまあ入れるのはね4時半ぐらいからということなんですけどもめちゃくちゃ混んでましたね <laughs> めちゃくちゃ混んでましたで行ったらですねもうすでに何人の方か並ばれていてですねで中入ってからもですねもう列になるぐらいね受付並んでるっていった形になりましたので週末ですね、えー、利用される方はですね本当に えー、すぐね食事されたいっていう方はですねできるだけ早くね予約した時間に行かれることをお勧めしますでですね予約した場合であっても混雑してるとね、えー、待ちというふうになりますんでこの点もね、えー、覚えておいていただけたらなというふうに思います食事に関してはねとても美味しかったですね特にねグリーンピースのスムージーだったかな、えー、すごいね美味しかったです是非ねこのメニューがあった際には試していただきたいなというふうに思いますでですね 私が最初ね見た時の、えー、スイーツメニューと結局私がねいただいたスイーツメニューね違うんですよねでですね、えー、どうやらメニューねあのーまあ、在庫って言ったらあれなんですけども、えー、なくなるとね別メニューになるねものも中にはあるっていった形になりますんでこの手もね覚えておいていただけたらなっていうふうに思いますでですねアルコールに関しては私がね確認した感じだと、まあ、アルコールね,ねー全てあった感じですねビール ワインあとウイスキーなどもねありましたのでダイヤモンドステータスね持たれている方はかなりね楽しめるのではないのかなっていうふうに思いますこれからなんですけども、えー、ラウンジねかなり混雑してたということで食べ足りないなっていう感じがしますのでちょっとね外にね食事行きたいというふうに思いますちょっとね、えー、GoTo イ a t ね取れるかどうか分かんないんですけども取れたらね GoTo イ t リ利用したいなっていうふうに思っていますということなんでとりあえずね食事の方に行きたいというふうに思います でですね、ラウンジ自体はかなりね混雑してたっていうふうになりますんでおそらくですねちょっとねゆっくり食事ねできる環境ではないかなっていうね感じがしますので、まあ、この点もですね覚えておいていただけたらなというふうに思います。それではではすねね食事から帰ってきてきお風呂を、ね 入りましたでですね今日これ撮影しているのが土曜日ということでこれからね生放送を行ってそれでね休みたいというふうに思いますラウンジもう1回行きたいなというふうに思ってたんですけどもちょっとね時間取れなくて行くことできなかったですねまあ、こんな時もねあるかなっていったところですねそれで,ですね今日のところはこれでね休みたいというふうに思いますそれではまた明日です おはようございまます朝になりました今ね6時45分ぐらいで7時からね朝食開始ということで7時になりましたらですね1階のマーブルラウンジで朝食いただきたいというふうに思います初日はですねルームサービス頂い,いたわけなんですけど2日目はねこちらでいただきたいというふうに思いますでですねこちらのねルームカードのこの D っていうのありますよねこちらを持っていくみたいな感じで 朝食券みたいな感じになりますんでレストランで朝食を取られる方はこちらね覚えとくようにしてくださいこちらね新宿の朝なんですけどもかなり綺麗ですねまあこの回ね19階ということで、まあ、ちょうどね真ん中ぐらいに位置してるんですけども高層階だったら更らにね綺麗に見えるんじゃないかなというふうに思いますねとてもね朝焼けが綺麗で癒されますよねそれではね朝食の方行ってきますね 朝食に関してはねブッフェスタイルということで相当久しぶりなブッフェスタイルでしたね。 うん、最近もうほとんどプレートでのね食事提供がね多かったわけなんですけれどもフィルトの東京に関してはねブッフェスタイルでいただけるっていった形になりましたまあこれもねちょっと曜日によってね変わるかもしれないのでそのではね覚えといていただけたらなというふうに思います今ねまだ8時過ぎということでチェックアウトね本日3時までレートチェックアウトで、ね、頂い,いておりますので、まあ、それまでですね仕事しつつゆっくりしたいなというふうに思います それですね午後2時過ぎになりましたのでそろそろですねチェックアウトしていきたいというふうに思います。でですね今回私が宿泊させていただいたのはこちらの客室はねやっぱりねジュニアスイートということで。 このねソファーエリアねすごいねくつろぐことができましてとてもありがたい対応でしたね連泊って言ったわけなんですけどもジュニアスイートにねアップグレードしていただけたっていった感じになりますねで今回ねダイヤモンドステータスで利用できた特典としてはですねこちらのジュニアスイートのアップグレードですねまたエグゼクティブクラブラウンジですねこちらも利用することができましたし レイトトチェックアウトですね今回は3時までということで3時までねレイトチェックアウトをさせていただいたっていった形になります。で宿泊料金に関してはですね今回急遽ね2泊にしたということもありまして1泊大体ですね1万7,000から8,000ぐらいでね 利用させていただいて、まあ二泊でね三万五千円ぐらいですかね利用させていただきました。またですね今回、えー、アメリカンエクスプレスのね限定オファーを利用させていただきましたので三万五千円利用すると七千五百円のねキャッシュバックも利用させていただきましたのでだいたい二万七千円か八千円ぐらいでね二泊させていただいたっていった形になります。まあかなりねお得に利用できたのではないのかなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動役に立ったか。 またいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ